21世紀においてメジャー界を彩る先発投手たち、その中でも今回紹介する特に伝説的な記録を残した20名のエースたちは球史にその名を刻み、優れた能力を発揮し多くのファンを魅了してきました。今回はアメリカメディアブリーチャーレポートのランキングを参考に、スター選手たちが持つ投球技術と彼らが築き上げた数々の偉業に焦点を当て、メジャーリーグ21世紀の先発投手トップ20をご紹介します。20位、ジョン・レスター。まずはじめに20位にランクインしたのはジョン・レスターです。メジャー16年間で5球団を渡り歩き、先発ローテーションの一角として活躍しました。レスターは2002年、 MLB ドラフトでボストン・レッドソックスから2巡目全体57位で指名を受け、プロ入りします。メジャーデビューは2006年、この年7勝を挙げ先発ローテーションに定着するかと思われた矢先、レスターに不運が襲います。8月に背中の痛みを訴え精密検査を受けたところ、悪性リンパ腫の診断を受けてしまいます。そこから抗がん剤治療を終えて2007年に復帰。この闘病からの復帰は多くの人々に感動を与え、その後の彼の偉大な実績をさらに際立たせるものになりました。復帰直後の2007年と2013年にはボストン・レッドソックスの一員としてワールドシリーズ優勝に貢献し、2016年にはシカゴ・カブスで108年ぶりの世界一にも貢献しました。98マイルの直球に安定した制球力と深くえぐるカットボールを武器に、メジャーでの通算成績は200勝117敗、2488奪三振、防御率 3.66 とランクインにふさわしい成績を残しています。2018年には18勝を挙げ最多勝のタイトルを獲得しています。ワールドシリーズ制覇を3回経験したレスターは、その実績から大事な試合で強さを発揮するビッグゲームピッチャーとして知られています。優勝請負人と呼んで良いかもしれません。2021年、左投手としては史上30人目となる通算200勝を達成し、昨年1月に現役引退を発表しました。がんを克服し200勝投手になった彼の勇気と実績はメジャーの歴史で今後も語り継がれることでしょう。19位、コール・ハメルズ。続いて19位にランクインしたのはコール・ハメルズです。ハメルズは2002年、 MLB ドラフト1巡目全体17位でフィラデルフィア・フィリーズから指名され契約します。2006年にメジャーデビューを果たし、主にそのフィリーズで活躍しました。彼の持ち味は最速96マイル約156キロのフォーシームと平均92マイル約148キロのツーシームのコンビネーション、さらにチェンジアップやカーブで三振を奪うピッチングスタイルでした。2008年には24歳でエースとしてリーグチャンピオンシップシリーズとワールドシリーズでそれぞれ初戦と王手のかかった第5戦に登板し、世界一の勝利に貢献しました。打者の目前で死んだように止まると評されたチェンジアップを武器に、両シリーズで MVP を受賞する活躍を見せました。彼のキャリアはフィリーズでの活躍が中心でしたが、テキサス・レンジャーズ、シカゴ・カブス、アトランタ・ブレイブスといったチームでもプレー。通算成績は163勝122敗、防御率 3.43、 チームを変えながらもその投球スタイルと実力は一貫して高い評価を受けていました。このようにハメルズはメジャーを代表する先発ピッチャーの一人であり、これからも彼の功績は多くのファンの記憶に残ることでしょう。18位、ロジャー・クレメンス。18位にランクインしたのはロジャー・クレメンスです。昔からのメジャーのファンの方であれば、良くも悪くも彼の名前を知らない人はいないでしょう。1983年全米大学野球選手権を優勝し、ドラフト1巡目全体19位で指名されます。翌年1984年にはメジャーデビュー、いきなり9勝を挙げました。1986年には24勝を挙げ、チームもワールドシリーズに進出、初のサイ・ヤング賞を受賞し一気に大ブレイクを果たします。ロケットの異名を持つクレメンスの最大の特徴は、最速100マイルの速球と落差の大きいスプリッター。彼の通算成績は354勝184敗、防御率 3.12、 4672奪三振という驚異的な数字を残しました。特に奪三振の数はメジャー歴代3位の成績です。7回のサイ・ヤング賞を受賞し、これはメジャーリーグ史上最多記録です。またオールスターに11回選出されるなど、その実力は多くの人々に認められています。80年代90年代はまさにクレメンスの時代と言ってよく、もし90年代最強投手はという問いがあれば、間違いなくベスト3には入ると思います。1999年、2000年にはニューヨークヤンキースで
ワールドシリーズ連覇を成し遂げ、翌年には20勝3敗、防御率 3.51、213奪三振を記録し、6度目のサイ・ヤング賞を受賞。まさにキャリアの絶頂期でした。ヤンキースでの5年間のキャリアを経て、41歳のシーズンに地元ヒューストン・アストロズに移籍し、ここでも圧倒的な投球を続けました。2004年には18勝4敗、防御率 2.98、218奪三振を記録し、7度目にして最後のサイ・ヤング賞を受賞。2005年には13勝8敗、防御率 1.87 でアストロズの初のリーグ優勝に貢献しました。クレメンスは強いプロ意識と厳しい鍛錬に裏打ちされたパワーと技術で高い評価を得ています。この時代の最大の憧れの投手といえばクレメンスだったでしょう。しかし多くの方がご存知かと思いますが、90年代後半からのステロイド使用疑惑が彼のキャリアを黒歴史として覆い、これだけの成績を残しながら野球殿堂入りは果たせませんでした。また彼の毎年の引退宣言や歯に衣着せぬ発言はたびたび物議を醸し出しましたが、こうしたヒールな面も含めて一時代を作ったスーパースターでした。17位、ティム・リンスカム。17位にランクインしたのはティム・リンスカムです。2006年ドラフト1巡目、全体10位でサンフランシスコジャイアンツに指名され契約し、すぐにメジャーデビューを果たします。2007年から2015年までジャイアンツでプレー。身長180センチとメジャーでは小柄な体から繰り出される速球と変化球のコンビネーションで数多くの打者を圧倒しました。独特の投球フォームやクールな外見からザ・フリーク、奇跡の人というニックネームで親しまれ、多くのファンを魅了。彼の通算成績は110勝89敗、防御率 3.74、1736奪三進と全盛期は短かったですが、2008年と2009年に2年連続でサイ・ヤング賞を獲得し、キャリアの全盛期を迎えます。リンスカムの台頭と活躍はジャイアンツの黄金期を支え、2010年、2012年、2014年のワールドシリーズ優勝に大きく貢献。全盛期のリンスカムは無双と言ってよく、間違いなくメジャーで最も手がつけられない先発投手でした。小さな体から繰り出される力強いピッチングは21世紀の一時代を作った先発投手として大きな爪痕を残したことでしょう。16位、スティーブン・ストラスバーグ。続いて16位にランクインしたのはスティーブン・ストラスバーグです。大学時代アマチュアナンバーワン投手としての地位を確立していたストラスバーグは、2009年のドラフトでワシントン・ナショナルズからドラフト1巡目全体1位で指名され、史上最高額で契約します。即メジャーデビューし、いきなり14奪三振を奪うなど全米に衝撃を与えました。彼の投球は100マイルに達する力強い速球と鋭いブレーキの変化球が特徴的です。彼の絶好調の時の映像を見ていると全く打てそうにありません。2012年には開幕ローテーションに入り15勝を挙げます。その後は故障との戦いでしたが、ストラスバーグのキャリアが最高潮に達したのは2019年。この年は18勝6敗、防御率 3.32、251奪三振で最多勝のタイトルを獲得し、ナショナルズになってから初のワールドシリーズ進出に貢献します。ワールドシリーズでは第2戦、第6戦で先発して勝利し、ナショナルズのワールドシリーズ初優勝に大きく貢献し、ワールドシリーズ MVP に輝きました。この年のポストシーズンでは5勝0敗、防御率 2.21 という素晴らしい成績を残しています。しかし彼のキャリアは故障に悩まされることが多く、2020-21年は手術を受け、2022年も戦線離脱と故障と復帰を繰り返すことに。そしてついに今シーズンは重度の神経障害により深刻な状態に陥り、復帰を断念、シーズン途中に現役引退を表明しました。それでも通算成績は112勝61敗、防御率 3.24、1697奪三進という素晴らしい数字を残しています。彼の投球スタイルと抜群の才能、そしてチームへの貢献はメジャーリーグの歴史に燦然と輝くものですね。15位、フェリックス・ヘルナンデス。15位にランクインしたのはフェリックス・ヘルナンデスです。14歳の時点で球速がすでに145キロを記録し、契約解禁年齢の16歳の誕生日には複数球団からのオファーを受けていたヘルナンデスは、若くしてシアトルマリナーズと契約します。2005年には19歳でメジャーデビューし、先発ローテーションに定着します。キング・フェリックスという愛称で親しまれ、シアトルマリナーズのエースとして長年活躍しました。彼の投球の特徴は
スリークォーターから2種類の速球、フォーシームとシンカー系を投げ、速く鋭いチェンジアップ、曲がりの大きなスライダー、カーブのコンビネーションです。特にチェンジアップのキレは大きな評価を受けています。2010年と2014年は最優秀防御率のタイトルを獲得し、特に2010年には13勝12敗でサイ・ヤング賞を受賞。13勝は受賞者としては異例の少なさでしたが、シーズンを通してハイレベルな投球を続けたことが評価されました。また2012年8月15日にはメジャー史上23人目の完全試合を達成。マリナーズでは球団史上初の完全試合投手となりました。そしてこの年のオフに7年総額1億7500万ドルの契約を結び、当時の投手史上最高額に。通算成績は169勝136敗、防御率 3.42、2524奪三振を記録しています。メジャーでの長いキャリアの中で、彼は常にチームの顔として、ファンにとって忘れがたいものとなっていますね。14位、カーステン・チャールズ・サバシア。続いて、14位にランクインしたのは、カーステン・チャールズ・サバシアです。サバシアは、1998年、高校時代に、ドラフト1巡目、全体20位で、クリーブランド・インディアンズに指名され契約。2001年にはメジャーデビューし、先発ローテーションに定着します。この年新人王争いではアメリカンリーグ2位になりましたが、この年に新人王に輝いたのはこの年に海を渡ったイチローでした。メジャーリーグでは入団したクリーブランド・インディアンス、移籍したニューヨーク・ヤンキースで活躍し、通算成績は251勝3093奪三振、防御率 3.74 を記録しています。2007年には19勝7敗防御率 3.21、209奪三振でア・リーグ最多の241イニングを投げ、見事サイ・ヤング賞を受賞しています。またヤンキースに移籍した2009年にはエースとして活躍し、シーズン19勝をマーク、ワールドシリーズ制覇にも大きく貢献しました。ちなみにこのワールドシリーズで MVP になったのは松井秀喜でした。サバシアの特徴はその圧倒的な体格と力強いピッチングスタイルにあります。2メートル近い身長と100キロを超える体重を生かし、威圧感のある投球を見せ、特に速球とスライダーの組み合わせは強力で、数多くの打者を圧倒しました。打者からすると2階から投げ下ろすような感覚で非常に打ちにくかったと言われています。21世紀のメジャー先発投手として彼の実績は非常に高く評価されており、トップクラスの成績を残した選手の一人です。サバシアの功績は今後もメジャー史に語り継がれることでしょう。13位、クリス・セール。13位にランクインしたのはクリス・セールです。2010年にドラフト1巡目、全体13位でシカゴ・ホワイトソックスに指名された彼は、2ヶ月後にはなんと異例の速さでメジャーデビューを果たします。翌年には中継ぎとして実績を残すと、2012年にシカゴ・ホワイトソックスで先発ローテーションに入り、すぐに球界最高の投手の一人に名を連ねることになりました。2012年から7年連続で2桁勝利を挙げ、オールスター7度選出、最多奪三振賞にも2度輝き、メジャー13年間で通算120勝80敗、2189奪三振、防御率 3.10 をマークしました。彼の特徴は独特のサイドスローから繰り出される速球とスライダーの組み合わせで打者を圧倒すること。特にスラーブの曲がりは異次元で、リーグを代表する魔球とも言われています。なんと空振りした右バッターの足に球が当たるなどというありえない事象も発生しています。そしてレッドソックスに移籍後の2018年には故障があったものの、ワールドシリーズ第一戦に先発、中継ぎでもフル回転し、チームの世界一にも貢献しました。しかし2020年にトミー・ジョン手術を受けると、その後は故障に悩まされ、不良再建のレッテルを貼られることに。それでもメジャーを代表する投手であり、2023年シーズンは6勝をマーク。ここから再び全盛期の輝きを見せてくれるでしょうか。彼の実績はそれでも色褪せることはありませんし、これからもファンにとって忘れられない記憶となるでしょう。12位、コーリー・クルーバー。12位にランクインしたのはコーリー・クルーバーです。2007年、サンディエゴパドレスからドラフト4巡目、全体134位で指名を受け契約します。その後はマイナーリーグで過ごしましたが、2010年にトレードされたクリーブランド・インディアンスで頭角を現します。2011年にメジャーデビューを果たすと、2013年の途中から先発ローテーションに定着し11勝を挙げます。そして2014年に18勝9敗防御率 2.44 を記録し、2017年には19
18勝4敗、防御率 2.25 をマーク。両シーズンで最多勝とサイ・ヤング賞を獲得し、まさにリーグを代表する投手にとって最高の栄誉を手に入れました。彼のピッチングスタイルは正確なコントロールと多彩な変化球に特徴があります。特にスライダーの切れ味は非常に鋭く、多くの打者を圧倒。2016年のポストシーズンでは彼の力強いピッチングがインディアンスを牽引し、ワールドチャンピオンこそ逃しましたが、ワールドシリーズに3戦先発し、ファンに強烈な印象を与えました。この年はシカゴカブスの都市伝説、ヤギの呪いが解けたシーズンでもあり、不運な部分もありましたが、クルーバーは最後までエースとしての役割を果たしました。彼の通算成績は116勝77敗、防御率 3.44。 2019年以降、故障により不本意なシーズンが続いていますが、もう一花咲かせてほしいですよね。彼が積み上げてきたその技術と精神力は、メジャーを代表する先発投手として今後も語り継がれることでしょう。11位ザック・グレインキー。11位にランクインしたのはザック・グレインキーです。グレインキーは高校卒業時の2002年、ドラフト1巡目全体6位でカンザスシティ・ロイヤルズに指名されます。すると2004年にはわずか20歳でメジャーデビューを果たします。その後社会不安障害になった不運もありましたが、2008年には先発ローテーション入りを果たします。特にカンザスシティ・ロイヤルズに在籍した2009年には16勝8敗、防御率 2.16 で最優秀防御率とともにサイ・ヤング賞を獲得。メジャーを代表する投手となりました。彼は速球だけでなくカーブやスライダー、チェンジアップを巧みに操り、打者を翻弄し続け、その後も6球団を渡り歩き、どこへ行ってもハイレベルの投球を披露しました。守備やフィールディングに長けており、ゴールドグラブ賞を2014年から19年まで6年連続で獲得しています。そして長年にわたって素晴らしい活躍をし、通算225勝を挙げる名投手な一方で、投手としては珍しく打撃にも優れており、シルバースラッガー賞を2度受賞したこともあります。36歳の2019年シーズンには18勝5敗、防御率 2.93、 187奪三振の成績をマーク。打者を前にして捕手にマウンド上からサインを話してしまうなど、気功でも有名なグレインキーですが、その独特なキャラクターとピッチングスタイル、実績は非常に興味深いものがありますよね。グレインキーはメジャーの歴史において独自のスタイルで成功を収めた数少ない投手の一人と言えるでしょう。ここからトップ10に入りますが、まさにメジャーリーグを代表する有名投手が続きます。10位カート・シリング。続いて10位にランクインしたのはカート・シリングです。シリングは1986年にドラフト2巡目でボストン・レッドソックスと契約します。1988年にメジャーデビューしますが、オリオールズ、アストロズとトレードされるも活躍することができず、1992年にフィリーズに移籍します。このフィリーズで覚醒し、その92年に先発ローテーションの中で14勝11敗、防御率 2.35 を記録します。その後2007年までの20年間でアリゾナダイヤモンドバックスやボストンレッドソックスなどでプレー。通算成績は216勝146敗、防御率 3.46、 3116奪三振と圧巻の成績を収めました。シリングのキャリアの全盛期は2000年代、特に2001年のワールドシリーズではダブルエースとしてランディ・ジョンソンと活躍し、共にシリーズ MVP に選出、史上最速の創設4年目での世界一に貢献しました。シリングの投球スタイルは力強いファストボールと鋭いスプリッターが特徴で、打者を圧倒。2004年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズでは、足の怪我を押しての登板で靴下が血に染まる様子がテレビ中継され、レッドソックスの86年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献したのは伝説ですよね。2007年のワールドシリーズでも世界一にも貢献し、シリングは3度世界一に輝いています。その輝かしい実績から野球殿堂入り候補には名前が挙がったものの、差別発言などの問題や自身の経営していたゲーム会社の破産などプライベートではお騒がせな話が多く、殿堂入り投票では落選しています。しかし全盛期のそのピッチングスタイルとポストシーズンでのヒーローとしての姿は、野球ファンにとって忘れられないものとなっているでしょう。9位マディソン・バンガーナー。9位にランクインしたのはマディソン・バンガーナーです。2007年の MLB ドラフト1巡目全体10位でサンフランシスコジャイアンツから指名を受けプロ入りします。2009年、わずか20歳でメジャーに昇格すると
早くも先発として頭角を現し、翌年にはローテーションに定着し、年々成績を上げていきます。そして順調に活躍を続け、2013年から2017年まで4年連続で200イニング以上を投げるなど、サイ・ヤング賞では毎年トップ10入りを果たしました。バン・ガーナーのキャリア最高潮は2014年サンフランシスコジャイアンツが世界一になった年でした。この年18勝を挙げると、ポストシーズンで無双の活躍を見せます。ピッツバーグパイレーツとのワイルドカードシリーズでは完封勝利、セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは1戦5戦と好投し最優秀選手を獲得。そしてカンザスシティロイヤルズとのワールドシリーズでは敵地での第1戦の先発に起用されて7回3安打1失点、本拠地での第5戦では4安打完封と2勝を挙げると、中2日で迎えた最終戦では5回からリリーフ登板してロイヤルズ打線を完封してセーブを挙げ、ジャイアンツを8度目のワールドシリーズ優勝に導くと同時に自身もワールドシリーズ最優秀選手に輝きました。まさに世界一のエースとも呼ぶべき獅子奮迅の活躍でした。ちなみにこの時対戦したカンザスシティロイヤルズで青木宣親が出場していますが、バン・ガーナーには完璧に抑えられています。彼の最大の武器は最速95マイルの速球と鋭いスライダー、これらの持ち球を駆使してメジャーの強打者たちを圧倒してきました。特に2014年のバン・ガーナーのスライダーのキレは全く打てないと言っていいほど尋常ではありませんでした。また打者としても優れ、投手ながらホームランを放つ姿も多くのファンを魅了、史上2人目となる投手としてシーズン2本の満塁ホームランを放つ快挙を達成しました。通算成績は134勝124敗、防御率 3.47。 残念ながら2017年以降は2桁勝利から遠ざかっており、今年ダイヤモンドバックスを解雇されています。それでもバン・ガーナーのキャリアは強烈な印象とともに多くの野球ファンの記憶に残るものとなっています。8位ヨハン・サンタナ。8位にランクインしたのはヨハン・サンタナです。ベネズエラ出身のサンタナは1995年16歳でアマチュアフリーエージェントでミネソタツインズと契約します。サンタナは当初外野手でしたが、腕の振りが速いことにスカウトが注目し、投手としてマイナーで研鑽を積みます。2000年にメジャーデビューを果たし、先発と中継ぎの併用が続きましたが、2004年先発ローテーションに定着し大ブレイクします。この年の成績は20勝6敗、防御率 2.61、 サイ・ヤング賞投票を満票で獲得しました。2006年には19勝6敗、防御率 2.77 で2度目のサイ・ヤング賞に、こちらもなんと満票での選出であり、同賞を満票で複数回受賞した史上5人目の選手になりました。そして彼の最大の武器は同じ腕の振りから繰り出される速球とチェンジアップ、速球との球速差16マイルの球種を駆使して多くの打者を手玉に取りました。速球は最速150キロ前後で、メジャーリーグの中ではそれほど速いとは言えませんが、映像を見ていただければわかりますが、チェンジアップの球速差が25キロあり、当時のメジャーリーグでは最大でした。腕の振りが全く同じでこのチェンジアップが来たら、これはなかなか打てません。しかし彼の選手寿命は決して長くはありませんでした。キャリアの晩年は肩の故障により、2012年を最後にメジャーの舞台に帰ってくることはありませんでした。しかし一世を風靡した彼のピッチングは多くの野球ファンに記憶され、21世紀の先発投手の中でトップクラスの存在として評価されています。メジャー通算成績は139勝78敗、防御率 3.20 です。その卓越した技術と圧倒的な存在感でメジャー史上に名を刻んだサンタナ、彼の実績はこれからも色褪せることのない魅力となっています。7位ジェイコブ・デグロム。続いて7位にランクインしたのはジェイコブ・デグロムです。後に超一流投手として名を馳せるデグロムですが、大学2年まで遊撃手だったというのが驚きです。デグロムは2010年にドラフト9巡目、全体272位で指名され、ニューヨークメッツでキャリアをスタートします。投手転向が遅くマイナー生活が長かったですが、2014年にメジャーデビューします。デビューから間もなく彼の才能は際立ち、すぐにエース級の投手として認識されるようになりました。特に9月15日のマーリンズ戦では初回先頭打者から8者連続奪三振を記録し、圧巻の無双投球を見せました。そしてこの2014年に9勝を挙げ新人王に輝いたのを皮切りに、その後も多くの賞を獲得。特に2018年10勝、19年は11勝と
勝ち星には恵まれませんでしたが、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞しています。この2018年の10勝でのサイ・ヤング賞は史上最少勝利での獲得ですが、デグロムほど勝ちに恵まれない投手は珍しく、防御率 1.70 で10勝とはもはやかわいそうとしか言いようがありません。デグロムの特徴は最速100マイルを超える速球と92マイルの高速スライダーで、三振の山を築くパワーピッチャーで、2019年と20年には連続で奪三振のタイトルを獲得します。しかし最強右腕も近年は故障続き、復帰に向けた最終調整中に再び離脱となり、落胆の声が続出するほど怪我による戦線離脱があるものの、投げさえすればマウンドに立つ際の圧倒的な存在感と安定したパフォーマンスはファンを魅了し続けています。通算成績は84勝57敗、防御率 2.53。 2023年シーズン途中で2度目のトミー・ジョン手術で離脱したデグロムですが、21世紀のメジャーを代表する投手の一人として復活を果たしてほしいですね。6位ランディ・ジョンソン。続いて6位にランクインしたのはランディ・ジョンソンです。ジョンソンは1990年代から2000年代リーグを席巻した名投手であり、往年のメジャーファンであれば知らない方はいないと思います。ジョンソンは1985年モントリオールエクスポズに MLB ドラフト2巡目全体36位で指名され契約。1988年にはメジャーデビューしますが、当初は球威は最高だがコントロールが最悪の荒れ玉投手でした。転機になったのは1992年シアトルマリナーズへのトレード後でした。ノーラン・ライアンとライアンのコーチであるトム・ハウスの2人と出会い、メンタルトレーニングの指導を受けて覚醒します。翌1993年には19勝8敗1セーブ防御率 3.24、 1995年には18勝2敗防御率 2.48 を記録し、サイ・ヤング賞を獲得。まさしくメジャーリーグを代表する投手になりました。そして1999年から2002年にかけては4年連続でナショナルリーグサイ・ヤング賞を受賞し、左投げ投手として歴代最多となるサイ・ヤング賞を5度受賞。ジョンソンの投球の特徴は身長208センチの長身から繰り出される速球と鋭いスライダーが武器で、圧倒的な球威で打者を圧倒しました。特に奪三振能力に長けており、9イニングで平均10以上の奪三振を記録する奪三振率が高いことで知られています。そして2001年のワールドシリーズではアリゾナダイヤモンドバックスを初優勝に導き、シリーズ MVP を獲得、念願のチャンピオンリングを獲得しました。この年のジョンソンとシリングのダブルエースは圧巻でしたね。メジャー通算303勝を挙げ、野球ファンにはその長身と圧倒的な投球スタイルからビッグユニットという愛称で親しまれています。彼の登板日はジョンソンデーと呼ばれ、多くのファンが彼の投球を見るために球場に足を運びました。今回は21世紀の最強先発投手ランキングですが、90年代も含めたランキングであったら間違いなくベスト3に入ると思うのは私だけでしょうか。彼のキャリアは長きにわたりメジャーを代表する投手としての地位を確立し、後世の投手たちに大きな影響を与えたことで野球史にその名を刻んでいますね。5位ペドロ・マルティネス。5位にランクインしたのはペドロ・マルティネスです。ドミニカ共和国出身のマルティネスは1988年ロサンゼルスドジャースと契約、1992年にはメジャーデビューを果たします。そしてモントリオールエクスポズに移籍後の1994年先発に転向しローテーションに定着します。その後1990年代後半から2000年代にかけて活躍。1997年には17勝8敗防御率 1.90、 最優秀防御率に輝きサイ・ヤング賞を受賞するとメジャーを代表する投手になりました。1999年には最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠を達成。2000年には18勝6敗防御率 1.74 を記録し、最優秀防御率、最多奪三振、サイ・ヤング賞を獲得するなど最高のシーズンを送りました。その後も5シーズンもハイレベルな投球を続け、72勝28敗防御率 2.78、 1043奪三振を記録し、さらに2度の最優秀防御率のタイトルを獲得。身長175センチとメジャーリーグの投手としては小柄なものの、最速99マイルの速球と高速で急ブレーキのかかるカーブを武器に相手打者を翻弄し、通算219勝100敗防御率 2.93、 3154奪三振をマークしました。直接対戦したイチローと松井秀喜は
ペドロの凄さはキレの良い様々な変化球をコーナーにきちんと投げ分けられることだと語っています。彼のキャリア最高潮は8回のオールスター選出と、なんといっても2004年のボストンレッドソックスでのワールドシリーズ制覇ではないでしょうか。第3戦に先発して7回無失点で勝利投手となり、チームは4連勝で86年ぶりのワールドチャンピオンに輝きました。当チャンネルでも何度も扱っていますが、この2004年のレッドソックスのワールドチャンピオンはベーブ・ルースのトレード以来の都市伝説、バンビーノの呪いを打ち破る歴史的勝利でした。マルティネスは21世紀の先発投手トップ20に名を連ねるだけでなく、このように野球史においても特筆すべき足跡を残した偉大な投手の一人として記憶されていることでしょう。4位、ロイ・ハラデイ。続いて4位にランクインしたのはロイ・ハラデイです。ハラデイは1995年 MLB ドラフトでトロントブルージェイズから1巡目全体17位で指名を受け入団します。1997年メジャーデビューしたものの、数年間不振に苦しみましたが、メンタルトレーニングを受け覚醒し、2002年から先発ローテーションに定着します。そして2000年代にトロントブルージェイズとフィラデルフィアフィリーズで活躍。通算成績は203勝、防御率 3.38 を記録し、優れたコントロールと力強いピッチングで知られ、サイ・ヤング賞を2回受賞しました。1度目の受賞は2003年、266イニングを投げて22勝7敗、防御率 3.25、204奪三振という驚異的な成績を残し、9完投2完封はリーグトップ。分業制が確立されて久しいメジャーリーグにおいてこの完投数は超人的と言うべきでしょう。さらに2010年には21勝10敗、防御率 2.44 で2度目のサイ・ヤング賞を受賞し、両リーグで同賞を受賞した5人目の投手となりました。またこの年に完全試合とノーヒットノーランを達成したことを忘れてはいけません。完全試合はシーズン中に、ノーヒットノーランは同年のポストシーズンで達成し、この偉業はメジャー史上初の快挙でした。ハラデイのピッチングスタイルはカットボールとシンカーといったシンキングファーストボールを軸にした組み立てで、ゴロを打たせてアウトにするスタイルでした。対戦した松井秀喜はハラデイのピッチングを、甘い球に感じても思ったより逃げて沈む、打つときは厳しいコースになると表現しています。よって球数が少なく完投数が多いのも大きな特徴でした。ハラデイは年齢による衰えや怪我により2013年に引退しますが、引退後の2017年悲劇が襲います。11月7日に飛行機事故で40歳の若さで逝去。このニュースは全米を悲しみに包みました。その死を悼み、在籍したブルージェイズとフィリーズではその背番号が永久欠番に指定され、2019年資格取得1年目でアメリカ野球殿堂入りを果たしました。そして彼の残した功績は野球界に大きな影響を与え、これからも多くのファンに記憶されることでしょう。3位、マックス・シャーザー。第3位にランクインしたのはマックス・シャーザー。2015年に2度のノーヒットノーランを達成し、通算3度のサイ・ヤング賞を受賞するなど、2010年代のメジャーを代表する選手の一人です。2006年の MLB ドラフトでアリゾナダイヤモンドバックスから1巡目全体11位で指名され契約します。2008年にメジャーデビューを果たすと、2009年には先発ローテーションに定着します。タイガースに移籍後の2013年には開幕13連勝を記録し、シーズンを通じて21勝3敗、防御率 2.90、240奪三振と結果を残し、最多勝利のタイトルとサイ・ヤング賞を受賞しました。2015年にはワシントンナショナルズに移籍し、リーグを代表する投手としての地位を確立。2019年のワールドシリーズでは自身も初となる出場でナショナルズを球団史上初の世界一へと導き、多くのファンに感動を与えました。シャーザーのピッチングはどの球種もハイレベルで、右打者には直球とスライダー、左打者には直球とチェンジアップ、カットボールを主体に組み立て三振を多く奪うスタイルです。 MLB 中継でも頻繁に登場しますので、日本の野球ファンにも馴染み深い選手ではないでしょうか。39歳となった今シーズンも衰えを見せず13勝を挙げ、コロナ禍で短縮シーズンとなった2020年を除くと13年連続で2桁勝利を挙げています。今年2023年、メッツからレンジャーズへの電撃移籍は大きな話題を呼びましたが、ワールドシリーズ第3戦で先発し3回を無失点に抑える活躍で球団史上初の世界一に貢献しました。通算成績は214勝108敗、3367奪三振、防御率 3.15。 まだまだ年齢の衰えは感じさせず、
シャーザーは今後も21世紀のメジャーを代表する投手の一人として多くの記録と名場面を生み出していくのではないでしょうか。2位、ジャスティン・バーランダー。2位にランクインしたのはジャスティン・バーランダーです。メジャー通算成績は257勝141敗、3342奪三振、防御率 3.24 とまさに圧巻。2010年代のメジャーリーグを代表する先発投手です。2004年のドラフト1巡目、全体2位でデトロイトタイガースから指名されたバーランダーは、2006年に17勝を挙げて新人王を獲得して以来、メジャーで最高の投手の一人となっています。2011年には24勝5敗、250奪三振、防御率 2.40 で最多勝、最多奪三振、最優秀防御率のタイトルを獲得し、シーズン MVP とサイ・ヤング賞を受賞するなどタイトルを総なめ、その後もほぼ毎年常にサイ・ヤング賞の上位争いを演じています。ヒューストン・アストロズ時代には2017年と2022年にワールドシリーズ優勝を果たし、この期間に2度のサイ・ヤング賞にも輝きました。バーランダーのピッチングは最速103マイルの速球にカーブ、スライダー、チェンジアップを駆使し三振を奪っていくのが持ち味です。彼の投球に関してメジャー通算3089安打を誇るイチローは、速球だけでなくそれぞれの変化球が一級品、どれでも三振を取れると絶賛しています。40歳となった今シーズンも13勝を挙げ、ポストシーズンでも勝利を挙げるなど、惜しくもワールドシリーズ進出はならなかったものの、黄金期を迎えているアストロズを引っ張るベテランとして活躍しました。意外なのは自身2回のワールドチャンピオンになっていますが、勝利投手となったのは2022年が初である。それまで0勝6敗でワールドシリーズ史上初めて0勝5敗になった投手ということでしょうか。年齢の衰えを感じない彼のキャリアはまだまだ続きそうですね。彼の偉大な投球技術や成績はこれからの野球界に大きな影響を与え続けるでしょう。ここまで MLB を代表する投手たちが続々登場してきましたが、最後に1位の発表に行きたいと思います。1位、クレイトン・カーショー。第1位に輝いたのはクレイトン・カーショーです。2010年代から2020年代のメジャーを代表する投手の一人であり、驚異的なピッチングは多くのファンを魅了してきました。カーショーは2006年の MLB ドラフト1巡目、全体7位でロサンゼルス・ドジャースに指名され、2008年にメジャーデビュー、2011年には21勝5敗、248奪三振、防御率 2.28 で最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠を達成し、サイ・ヤング賞を初受賞。2014年には21勝3敗、239奪三振、防御率 1.77 という驚異的な成績を残し、メジャー史上11人目となるシーズン MVP とサイ・ヤング賞のダブル受賞を成し遂げました。ちなみにこの 1.77 という防御率は21世紀の最高記録です。カーショーのピッチングスタイルは速球とスライダー、カーブを軸に、特に落差の大きいカーブはこれまで幾度となく絶賛されてきました。150キロの速球と同じフォームでこんなカーブが来たら打てませんよね。彼は現代には珍しく、これまでドジャース一筋16年でプレーし、通算210勝、防御率 2.48 をマーク、 MVP1 回、最多勝3回、最優秀防御率5回、最多奪三振3回、サイ・ヤング賞を3回受賞し、オールスターには10回選出されています。唯一カーショーの弱点としてポストシーズンに弱いと言われていましたが、2020年にはドジャースがワールドシリーズに進出し、自身も大きく貢献し、初のワールドチャンピオンに輝きました。今シーズンも13勝5敗、防御率 2.46 の好成績をマークし、ドジャースの地区優勝に貢献しました。今年は残念ながらディビジョンシリーズで敗退となってしまいましたが、ドジャースの黄金時代は続いており、35歳という年齢を考えると、ここからさらに伝説を作っていく可能性は高いと思います。カーショーの通算成績や実績は野球ファンなら誰もが認める素晴らしいものではないでしょうか。史上最高の投手の一人であり、このランキングで1位に選ばれるのも納得だと思います。カーショーのこれからの活躍にも引き続き注目が集まりますね。さらにドジャースに大谷翔平が加わることで、日本でも注目される機会が増えることは確実です。いかがだったでしょうか。今回はアメリカメディアブリーチャーレポートのランキングを参考に、メジャーリーグ21世紀の最強先発投手トップ20をご紹介しました。特にベスト10ともなると、メジャーリーグを代表するエースばかりですよね。
今回のランキングに関しては主観も含めていろいろご意見はあるかと思います。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。